こんにちは、ヨッツーとキヤキーです。今日もエロノモバイルを続けていこうと思います。開始。はいはい。今日のログインボーダース、これはなんだ、防具強化の書。今日はですね、ホームマップ、お家の見た目を変えれるということでですね、変更してみようと思います。どこで変更するの？どこ？その変なピンク髪のやつか、どっちかやったとこ。あ、その前に卵を受け取らせて。ベスプチー。いらないよ。逃がす。え、逃がしたの？え、だっていらないって言ったじゃん。あ、まあ、うん。もったいない？一応手に入れたから逃がした方が良かったかもしれない。何これ？チームフィールド？え、回復持ってるよ、このアンドロイド。え？てか、ヒーラーアンドロイドじゃん。ヒーローって昨日言ったけど。ある科学者が知識機能か、知能機械を改善するために作ったもの。不具合のため、制御不能。いや、制御不能って。え、回復できるよ、この子。すごくない？それは、あ、結構いいかもね。使ったことないけど。機械なのに新刊。どういうことだ。メイドバイバイ。敗北したメンバーは見捨ててはいけませんよ。メイドのライ。ごめん、メイド。あれ？これ何？あ、卵持ってるよ。ちょっとね。まあいいや。どこで変更するの？そのピンク髪かなんかのやつ。で、どれだ？で、違う。何？どれ？赤いマークついてる。え、何を探して？え、お家の変更だって。あれ、お家の変更だからピンク髪のやつに話しかけないと。ピンク髪ってこれじゃないの？あ、そっちじゃなくて、そう、左下の。これピンクじゃなくて紫っすよ。あ、そいつじゃないわ。あ、違うの？そいつか。どっち？いや、オッケーオッケー。ホームマップ。これか。我が家マップリ。マップ。何はマップリ？マップリストじゃない。マップリね。高っ。40万。40万。高い。これがいい。快適な家がいい。まあ、あとは課金石。え、もうこれ決まってるでしょ。和風庭園。あ、石ないんですけどね。ん？石今どんだけ？ 168 いるけど。え、確か、あ、バッグ見たら、わかる。カバン、下の。いや、足りないです。44個。やばい、課金をしろと催促されているこのゲームに。いや、普通にストーリーというかじゃないけど、いろいろクエストクリアしてたら溜まるんで。そうなん？普通に。おー。とりあえずなんか余計なもんめっちゃあるから。なんで怒りも。めっちゃ邪魔なんだけど。対価を持っといた方がいい。え？アイテム燃やされる可能性あるんで。それがカバーしてくれるんで。そうね、寝袋。その対価ついてないポーションとかいろいろ燃やされるんで。対価っていうもの、対比じゃないよ。どっちもいいんじゃない？対価ね、対価ね、対価。今日から対価って呼ぶわ。対価じゃないか。え、対価な。いや、対比だから。対比ってなんだよ。いや、対比だから。行こう。まあ、今日は普通の、ストーリーというよりはサブストーリーやってたらどうですか？サブストーリー。それもいいかもしれない。いや、広告見れるよ。冗談だよ。いや、広告でも課金石、まあ、溜まるけど、まあ、後で。それは。なんか、どっかで入手できなかったっけ？まあ、名声値上がってないかな。その上の方の看板見て。どこ？ちょっとなんか色い人が邪魔で見えへんけど、上の方。上の方じゃわからない。あれ？看板は？まあ、あったあった。それそれ。
石ゲット。石ゲット。石ゲット。ゲット。めっちゃ石あるやん、もう。余裕じゃん、これ何 ?4? そっちも、あ、50いるね。ダイヤ10個もらう。まだね、クエストとかいろいろクリアしたけど、それをたまに見ると。で、たまったりして。そういうことね。165になったよ。あれ、3個足んなくない？ 168 じゃなかった。なんか、デイリーで受け取れるとこなかった、ショップ。あ、デイリー限定のあれ、課金石、確か。どれだっけ ?5 もらえるね。販売屋。販売屋。さっき押した。ここ左上。お、溜まったやん。これ使っちゃっていいの？ほんとね、おうちに。石。自分ははっきり言って、このゲーム、ダイヤ使い道あんまないかなと。あとで後悔したりしない？課金することになっちゃうよ。いいんですか？よし。和風に変えよう。和風。いや、白より高いからな。まあね。190。和風、中華風。これでしょう。これなんで、この値段が違うのかちょっとわかんない。見た目はどう？めっちゃ中華の方が広くない？小僧も広い。なんか狭くない？広いよ。もしかして外歩けんじゃね？無理。ああ、周り、いや、周りは無理じゃん。購入します。はい。変わりました。すげえ。アイテムめっちゃ出る感じが。アイテムがめっちゃひどすぎる。散らかりぐらいひどすぎる。どうすんだよ、これ。どういうね。ここはやっぱできないね。多分やけど、その水とかは釣りはできないのかね。で、そう。釣り竿持ってたよね。多分、もう持ってるはず。バッグの中。あれ持ってない？釣り竿なんてもう存在しなかったよ。え、もう今日の目的達成しちゃったよ、あれ？じゃあ、まあ、サブクエスト。まあ、行こう。もうこんなの相手してる場合じゃない。アイテムの容量が多分増やせないのがね。いや、まだまだある方。HP 確かに回復してくれますね。そのロボット。収容所って何？入れない。あ、捕まってるところ？多分カルマの置き上げなんだ。多分行きない。その辺ほっつき歩きますか。難易度15や。遠い。近いとこがいいんだけど。意外と近いよ、収容所が。でもこれ16。55。てか、ロボットってレベル1じゃなかった。で、あいつ、どんな回復させてんの？すごい回復。いや、奥。あれ、どこだっけ？これか。え、ずっと回復させてんじゃん、あいつ。あ、いける、ロボットのおかげで勝てる。ロボット一撃しないじゃない？装備しないよ。ロボット死んじゃうよ。いや、死なないから、ロボット。80って回復力も結構高い。ロボットに装備するもんないんだけど。ロボット装備できんの？あ、それだわ。え、フルで装備できんだけど。え、こいつ強くない？あれ、何こいつ、リアリティなんだっけ？こいつ、リアリティ、そんななかったよね。めっちゃ強いやん。でもなんか能力上がんないんだけど。防御ガンガンにしたらいいんじゃない？こいつ攻撃力あんまないんじゃない？どういうことだ、まあ、とりあえず、そいつそういえば回避型にしたらどうなん？星肉そのまま食えんの？食べれるよ。回避型にしたらってどうやって回避型にするの？いや、あれできるんだよ。あれ攻撃させないっていう。そいつ長押しした時に、その話すマーク。こんにちは、マスター。戦術調整。突撃重視やけど回避重視にできないんですよ。で、透明になるね。で、その状態やったら回復するの。さすがにしないね。
あ、した。するけど。ちょっとずるくない、そいつ。いい仲間手に入った。昨日は笑ってたんだ。それやったらあれ、それやったら突撃せずに突っ込まずに仲間の周囲にいるんで。そういうことね。あ、でも巻き添えでダメージ受けるときあるんで気をつけないと。あ、死ぬぞ。危ねえ。あ、透明。この透明なんとかなんないね、本当に。魔法一個覚えるか。するしかない。なんとかなんないの？こいつ。え、無理で？攻略を。ないの？本当に。何もない。本当にない。あ、薬投げつけるか。いや、薬投げるときあれ、中身命中するときあるんで気をつけないと。なんか剣手に入ったけど。いらないでしょ。魔法特化で回復力上げた方がいいでしょ。こいつに持たせたらよくない？ほら。まあ確かに。まあそいつ無視でいきましょう。邪魔。あ、もう邪魔なんだって。ほら、こうなるやん、もう。かぶってもいいし。あれ、なんでそんなに相手ドロップするの？今日自分やったら全然上進行とか落とさない、ね、イベントアイテム？うん。全く落とさないね。引き強いね。強いけどヒーラーいるから大丈夫でしょ。あ、石の山って掘った方が良かったのこれ。え？うん。アイテム取れるのか？アイテム素材？猫一人で行っちゃうからさ。死ぬんだよね。あの、ちゃんとした防御が回避積まないと。HP が欲しい。てか1しか起きねえし。弱いじゃん、このラスト。そのヒーラー強すぎるわ。マスター、シマウマ、なんとかかんとか。あ、いや、もうほっといていいよ。あの、お腹が空いてる時に言ってくるやつ。メシウマじゃなくて。シマウマを丸飲みできるぐらいってことです。今日はもうレベリングしましょう。ほんと、素材集めたり。ちょっと強くなりたいよね、まあ、そろそろ。近いうちに絶対積むんで、じゃないか。弱いか。深追いしないで。何これ、深追いさせたくなかったら、まあ、変わった首は何だっけ、スケート絶対近くに来る。てか全然波痛くないし。じゃあまあ普通にボスまで直行しちゃったんで、ボスロでレアが出れば、いや落ちるときもあるか。ああ。走ってそれだっけ、これか。まあ装備したら。帽子。あれ猫なんか死んでない猫。あれさっきのレアドロー率アップじゃなかった？ああ、でもあいつにつけ意味ないか。帽子？うん。兜。あ、待って、自分の帽子の方が。あ、兜が？兜。あれ違う。あれ今ロボットにつけたやつレアドロー率アップじゃなかった？これで自分につけた方がいいの？うん。倒した時にレアドローアップ。発見率下がる。そうなんだ。あ、というか自分がなんかすっごい。別にそれいらないでしょ。それ。開始中に。12一緒。防御も4上がる。速度が4上がるんだわ。それがどんだけかわかんない。でも絶対カブトよりもこっちの方が強いね。速度もアップ。ロボットでいいんじゃない？結構猫死んでるじゃん。猫いなくても勝てるよ。ロボットがいるもん、こっちには。あれ？なんだ？ロックピックってもしかして一回試すことにさ、消費？え、自分失敗したことないからわかんない。嘘でしょ？何入ってんのこれ、ロックピック雑貨？雑貨だよね今。2回押したけど大丈夫。4になってる？え、使ってるじゃん、無理じゃん。レベルが低いからかな。7開けるのに何が必要？え、今、
鍵開けの、確かこの前スキル覚えたじゃない、うん、あの、バック見て。左下の。で、鍵。で、スキルレベルが今何費用の ?1 やから、ちょっとそれは。さすがに覚えた方がいいやろ。まあ、でもそれ、宝箱普通のやつ開けていったら勝手に。あ、マジ上がるよ。てか別に今は逃して。普通の宝箱開けた方がいい。なんかめっちゃ強そうにいるんだけど。いやそれ違うよ、仲間だ。あ、ビビった。え、この帽子なんかめっちゃやたらと通すんだけど。イベントだね。でもスタックできなくない？まあ装備品なんで。猫弱くない？気づいちゃったんだけど。猫弱いよ。速攻だから自分首にしたよ。待って、強くないこれ。いや、ああ、でも従来のよりは強くなったってことね。同じやから。能力値は一緒やけど、 あれがわからない。ロボットにこれをつける。よし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 。え、どうせ1しか受けない。ロボット防御力なさすぎる。ロボットじゃないよ。猫防御力なさすぎるね。回避で詰めた方がいいんじゃないの、ああいうの。まあ、そう。小さい木箱は普通に開けれるのね。うん。なんでそんなに落とすの。いれ、ちょ、やめて。またロボットにつけよう。ん？あ、それ呪われてる。やめた方がいい。危ねえ。それ歩いてる途中で急に目の前に魔物が現れる。え、経験近づきに使えそうじゃない？いや、街の中でも現れるから。街の中の人に攻撃でなすりつけれるんじゃない？まあ、街の人たちで殺し合いはならないけど。でも街の人もまあ、助けてくれるけど。いや、運悪いと爆発してくるやつが出てくるから。普通の手袋出てきたけど。普通の手袋って何？防御を上げるだから、これは正直言って、鑑定されないとエンチャントがどうなってるのかわかんない。なんか手袋装備できないし、みんな。猫ちゃんが今いないけど、まあ装備させていいんじゃない？そうやね、エンチャントがつくと思うんで、それつけといた。歩いてたら勝手に鑑定でしょ？まあめんどくさかったら5000ゴールド払って全艦隊からダメ。行きましょう行きましょう。何こいつ、ボス？あれ何そいつ。あ、ボスだね。で誰も死んでない、大丈夫。毒食らってるから多分死ねんじゃね。あ、でも回復するからいいか。ネフィアポイント溜まってるね。解放でいいんだっけ。まあ運勢上げて。何これ、本密そう感じ。無理、1600だから持っちゃうよ。費用を上げてもよくない。まあどうせリセットするし。アイテム、お、何する、何そう。今俺見たことない章みたいな気がする。盾だ。呪われてないな。耐性の種類が強い。防御4しか上がってないんだけど。何この盾いる。ん、お前が装備中のやつが4でしょ。あれちゃう、違うよ、反対か。いらない、これと交換すっか。うん、エンチャントつくかもしれないか。まあその方がいい。いや猫 HP 低いじゃん、99しかないじゃん。そんなに低いの。みんな100超えてるね。呪われてんの忘れてた。危ね。あ、そうそう、エンチャの本だよね。なんか見たことない。え、
成功の加護の魔法書、祝福された成功の加護の取得に必要な書籍。いらないね。デバフ抵抗です。で、いや、デバフ抵抗って今大事だと思うよ。いや、いちいち成功率、うん、一回やるごとに多分、それミスったとしてもターンがあるんで、多分毎回使えない。100% 成功するんやったら、まあ使うけど。どこで死にそうなんだけど。ロボットは？毒って0になるの？もしかして HP？ HP0 になって死ぬ。あ、回復したからもう治った。ロボットは。そう、ずるいね、そのヒーラー。ちょっと高い。カード落とし。やった、カードだ。開けれたんだ。いや、多分今、木の箱じゃなかった。普通ってこと？開けれて？うん、木の箱は普通に。そうか。まあ、食べ物とかガリガリ、ガンガン食べてったら、まあ、能力上がるんで。ハートって取る意味ある？なんかの素材にいると思ったけども、まあ、別に、いらないかな。そう？もう弱いな、ブロンズテオの。あ、ブロンズだもんな。進行が2つ。うん、弱いね。弱い。まあ、徐々に強いダンジョンに行ってたら、まあ、もっと強い武器落とすと思うんで。まあ、今悩んでもしょうがない。うん。すぐに変えることになる。やっぱ紫以上の武器はやっぱ強いんで。あ、それも供養にしていくしかない。まあ、これからまあ、次に潜るときは多分睡眠。何これ？ツリー。ちょっと重い。まあ、睡眠を取ってから冒険出るのが一番いいかと。え、なんでなの？その睡眠を取った方がいい。まあ、幸運、運がめちゃくちゃ良ければ、幸運値プラス777っていうのがあるんで。じゃあ、今からちゃんと取ってきます。特に何もなかったね。それで、その幸運値があると、あれ、海底紫以上の結構ドロップするんで。特に何もなかったわ。行きましょうか。パルミアの王様のベッドに寝ましょう。寝た方がいいということなので。なんで笑ってんの、さっきから嫌な感じするんだけど。自分はパルミアでノーベッドに寝た、王様のベッドに寝たことないからわかんないけど。え、カルマ下がったりしない？大丈夫？王様のなんで絶対まずいよね。まあ殺されたりしないかな。大丈夫かな。殺されたりはしないでしょ。はい、左上の方。そこだね。もう、右の方の部屋だね。確か。どうせバレない、どうせバレない。ケロケロ。ケロケロ、ちょっと。まあ、つまみ食いしても何も言われないもん。あ、でも誰と一緒にいるの？猫死んでるよ。なんか適当に選んだと。家をしたちゃん。あ、じゃ、あれ？誰と寝たのよ。鋼鉄要塞。何これ、身元で、な、どうしたらいいのこれ。いや、運ですね。それは。ああ、よかった。大丈夫、大丈夫。ノーマル。あなたは怪物と戦っていた。ひどい化け物に切りかかろうとしたとき、怪物は悲鳴を上げた。お前は誰だ、お前は誰だ。あなたは自分の泣き声に起こされた。俺はお前だよ。俺はお前、うん、まあまあ、よかったんじゃん。あ、あれ覚えたね。変異。多分。何変異って？フィート。フィートで見れる？うん、赤くなってる。あ、やっぱり。猫の目をしている。猫になっちゃったわ。今ので、上がったね。
まあでも普通にモンスターで下げてくるやつがいるんで、あんまりね、あってもしょうがない。いや、あるとだいぶいいよ。タイカーのあれとかつくと60とか上がるんで。ほう、もうちょっと育てようか。もう一個ダンジョン行きましょう。うん、とりあえず猫を復活ね。バーテンダー、あれそこまで行かなくてもできるよ。どこで、バッククリック、さあそれでもう OK。 よく死ぬんだから。もう HP99 はちょっと きついね。行こう行こう、もう一個ダンジョン行こう。なんとかしてその猫の HP 上げないと。ちょっと一撃死ぬよ。16いけたから19いけるでしょ。どこ？あ、右下だね。多分見えない。右下の、その丸い円の中、ちょっと見にくいと。遠くない？ここまで行くの？いや、近いよ。案外。聞きましょうか。ここで風吹いたら終わりなんだけど。風はめったに吹かないから大丈夫。あ、商売いるじゃん。逃げないで。どうぞ見ていっていいものばかりだよ。お、暗殺術だけマイナス2なんだけど。暗殺術でも回避下がるよ。これ何？ネタ ?3 に耐性がある。3に耐性あるのがいいね。だあまり見ないけどね、3の攻撃してくれていや。そうなんだ。防御16、回避を4下げる。回避下がるんだよね。微妙だね。その上のやつは英雄になりたい。いらないね。サイコギネシスマイナス4。それ、魔法使いにとっては結構重症。お、あーて、え？いらないね。それ5%。まあ、とりあえずつけといてもいいけど。微妙。でも帽子確かつけてたよね、今。微妙、はい。解散。うん、いらないや。いや、自分の所持金と多分合わせてると思うから。なんか来た。でも、その下は。合ってるよな。右下、右下、もっと右下。難易度22にあるわ。違う方に。どんなとこにあるんだよ。なんか、めっちゃ固まってる。なんかいるね。なんかいるね、下。あ、人いるじゃん。お、またショップいるじゃん。お、全部紫やん。あ、武器欲しい。やった。3の21。どういうこと？いや、でもこれは魔法使えたら結構強いね。あ、そうなの？魔法強度プラスついてるし、魔法元素インドもついてるから。二刀流ついてんの何なの？二刀流はいらない。じゃあこれを買っちゃっていいね。買いだね。安いし。あー、でも、あー、まあ紫やったらいいか。これ安いから。勝利の行きや。さっきなんか微妙やったやつか。探知がマイナス4だけど。ぶっちゃけ微妙じゃない？安いからか。心眼って何？命中率下がるんじゃないですか。そうなの？ちょっと指輪の効果は微妙だよね。あ、こう、マナキウシュだ。けど、エンチャントゴミですね。これ、マイナス240。ひどい。はい。これはちょっと、外れで、いやね、これは。何じゃ、今日装備しちゃおう。あ、装備装備。ほら、ダメージ上がるよ。とこの魔法強度持ってたんですよ。ダメージ上がる。いいね。じゃあ、お下がり上げる。うん、行こう行こう。あれ、バックのアイテムの数見れなくなったよ。なんで、まあ仲間のとこ押してるから自分のとこやねえと。行こう行こう行こう。残り87か。死んだらどうしよう。大丈夫やろ。やっぱ死んじゃうんじゃねえこいつ。マジ？ HP 低いもん。ムカデはあれ、調理しての食べるとき毒受けるんで気をつけましょう。
そうなの？こういう時なんか誰に装備どう装備したらいいかわかんないんだよね。とりあえず適当に全部装備一回一通りさせるのが一番いいと。オートとかないの？オート装備とか？ないね。そうか。あ、そうか、作ってる間も行動しちゃうんだ、味方。猫勝手に死んじゃうんじゃないの？いや、でもそんなにターン食わない。そう？うわ、ムカデ食べたら毒受けた。毒受けるよ。あ、受ける。あ、レアドロス。でも、青か。さっきと同じじゃん、これ、だって。はずれ。なんか、レアドロじゃないし、あんなの。一応、クローバーマークで。猫？猫。猫死んじゃう。トラも死にそう。え、トラは大丈夫？猫は HP やばい。ちゃんと探索していこうか。まあ。なんかあった？いや、なんもないね。特に何もなし。まあ、上はめんどくさいからな。なんだった？帰る？帰る。え、なにこいつ？いやいや、ちょっと待って、見たことない敵がいっぱいいる。あーと、その上のやつ、この段、な、多分レベルやったら大丈夫やろ。分身してくるもん、こいつ。こいつ？分裂。ほら、その分裂で数増えるんだよ。流行ったら、そのエイトで、また上。一瞬に見たいな。履物もういらないんだけど。ヒーラーいいね、このロボット。やっぱヒーラーって大事だね。自分もそいつ手に入れるから、キリキリアンいるから、結構、いいんだよね。タンクになるから。ね。猫さん大丈夫？回避してくれるならいいんだけど。大丈夫っぽい。ハートって集める意味あんの？そういえば。一応持っといたら、なんかね、確か、ここあったよな。おもちゃサブクエストとかでなんか欲しいと。C、ムービーディスクはちょっと意味わかんない。この位置やばいのでは。これちょっと敵強いね。炎吐いてくるやついるじゃん。あ。一人死にそうだね。あれ？回復したわ。よかった。敵がいなくなったからじゃないの？戦闘中が回復しないんじゃないのこのゲーム。いや、いいよね。あれにとっても全然回復しない。あ、やばいね。引くぞ、引くぞ、引くぞ。やめるんだ。そいつはやめておけ。いや、違うとこ行ったらちゃんとついてくるから。思いっきり離れていい。ふぐ、判断書って何ほんと危ないわ。思ったんだけど、このショートカット登録しなくてもいいじゃん。ここから行けるじゃん。まあそうだね。え、これまたお腹壊すかな。どれ？グロテスクな。大丈夫？グロテスクがあれ、見た目が悪いって意味やと思う。あ、そういうこと。あの、よくある、あれ、モザイク料理。そういう。え、結局その調理の元のキノコとかで毒かかるか決まってんのか。うん。まあ、それは覚えるしかない。ゴブリンじゃない。レッサーファントムか。いや、普通に倒しちゃっていい。いや、こいつ名前なんなの？ワットゲイズ。キモ。まあ、雑魚だね。ここら辺やった。なんか猫か。素材収集、素材収集。イークのやつの爆弾持ってるやつが一番撃ってほしい。さっき爆発したよ。あれあれ。さっきの敵が爆弾持ってんの？うん、なんか手に抱えてるんだよ、爆弾を。あいつが自爆してくるから。はぁ、あ。ちゃんと慎重に移動しないとダメなんだ。
猫は？猫死んだくね？あ、あいつ HP 高いから。嘘でしょ？あれボスじゃない？戦闘力405もあるんだけど。あれボスじゃないの？ここの2600だって。え？壁は、ボスじゃん！もう HP ないのに来てどうすんの？いや、猫死んでるやん、絶対。いないじゃん。また猫ちゃんが。え？パズルだ。すごくいらない。せめてコンボがめちゃくちゃ強かったらなぁ。いや、能力も何もないで。レベル上げついてね。ボスだけめちゃくちゃ強いんだね、このゲーム。一応は。すごい、何これ。それは、取らん方がいいんじゃない？取ったら腹減るだけ。なになになに？どこからともなく漂うごちそうの匂いであなたの胃は不満を叫び始めた。何？あ、お腹が減るだけ？うん。まあ、ワンパン状態やったらちょうどいいって感じだね。しょうがない、新品の墓持ってか。そう、当たりません。いくつだよ。いねね。たぶんあれ持ってないから、スキル。持てないんでしょ？重量状態でも一応動けるっちゃ動けるんで。だあのスキル覚えてないから多分、上限超える。650だって。のは。新品の墓も650だよ、持てないよ。それちょっとおかしい。どういうことなの？それはちょっと無理だね。新品だから使えるかなと思ったのに、その、あまりにもね。いい感じ。強くなってく。いいね。というかもう勝手に突っ込んでるあいつらただ弱くない？ルカさ、ゾンビ強いな。ちょっと HP やばい。猛毒？あいつに回復させてもらったら毒治るよ。でもなんか3人しかいなくね。だから2人死んでるって。あ、そうか、さっき。うん、あいつの近くをいないと回復できねえ。回復かすった。やばい、もしかして。あ、お願いします、ロボットさん。ポーション飲もうか。ポーションどれ？傷口ポーションでいいよ。それ。それでいいよ。状態でも回復できるやん。うん、それでいいよ。飲む瞬間にターン価格かかって死にかけなかった、今。気のせいじゃない。はい、フル回復。よしよし。もう全部見たかな。まあ、あと左だけ見て終わりだね。あ、それ、デバフ食らってる時は触った方がいい。そっちじゃなくて。あ、防御力全部半減。あ、そういう？回避と防御半減。遅くない？あいつ。いや、あいつも結構変な技やってくるよ。そうだかな？特に何もなかったわ。ちょっと強くなっていたね。特殊攻撃やってくるから。今日進展何もなかったね。まあ、お家を変えただけで満足なんだけどね。進展、いや、もう新種の敵ができたぐらいじゃん。あ、お家ぐらい変えたんでね。今日は。鑑定。特に何か面白いイベントがあるわけもなく。いい武器も手に入ってない。え、ちょっとここ。魔女のありか、住みどころって何？あ、別に入っていいよ。だからダンジョンじゃないから。そうなんだ。なんか二人いるんだけど。自宅に帰るよ。家に帰るまでが、遠足。遠足じゃないよ。ビビったーそんなもん外にいないか
着いた。いや、お家だ。間違って取ったよ。なんで間違えて取るの？今日の税金。税金払ってない。しまった。8700円です。税金だけ払いに行って、行かないと本当。そう、税金、税金、税金。そうだよ、税金忘れてたよ。税金忘れちゃダメじゃん。まあそこでいい。もうここでいいよ。え、ここにあったじゃん、前なんか。ここら辺だ。うん、okay。あれ？ここだ。あ、あったあった。火が開けちゃう。もし間に合った。いや、もう別に大丈夫だよ、普通に。いや、これやってからの方が良かったね。そうね。一応税金払ってから出かける方が良かったかも。来たー。よし。歩いて出るよ。いや、いい家に帰りた。あ、ダメか。もったいねえね。今日は進展はありませんでしたけど、まあ、お家も新しく変えたということで、ここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた。